です。21番大岩桃子選手と王里日本大学からの出場です。現在走行している大岩選手で、日本大学は3人目の走行している選手となります。2番障害バーは揺れましたが落ちておりません。残念ながら8番障害で1回目の反抗となります。2回目は落下です。10番ダブル障害へ向かいます。 A、B と通過。最終障害オクサー障害、これはクリアです。タイム59秒16。2つの落下がありました。障害検定